はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズの時間です。今日はですね、スマホとかパソコン、タブレットを見る機会が多くなったと思うんですけど、コロナに入ってから。で、それでやっぱり首が疲れる方が多くなると思うので、首のストレッチをやっていきましょう。はい、とても単純です。はい、右手、鏡な、ちょっとカメラなので反対になってるかもしれないですが、右手を下ろします。肩が上がらないように。で、反対の手で頭を押さえて、頭を真横に倒します。ちょっと切れてるかもしれないですけど、上が。で、その状態でキープ。一緒にやってみましょう。真横に、はい、OK。 反対も、肩が上がらないように。で、手で頭を真横に、後ろから見るとこんな感じですね。肩上がらないように。そうするとここら辺が強烈に伸びます。ぐーっと伸ばしましょう。息止めないように。はい、OK。 はい、今30秒ぐらいですね、伸ばしました。はい、でこれ30秒ゆっくり1セットでいいと思うので、まあ、よっぽど硬い人は2セットとかしてもいいかもしれないですけど、いや、まあ1セットでいいですかね。1セットゆっくり30秒ですね。首つらいなっていう人やってみましょう。で、朝晩1セットずつで十分ですね。はい、OK。 思ったより伸びると思います。このやってる時に肩が上がってなければ、肩が上がってればあんま伸びないので、肩を上がらないように注意してやっていきましょう。はい、はい、じゃあ今日は肩首あたりのストレッチになります。はい、では今日多分昼から晴れるかな。はい、ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。